8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで一塁手作っていきます。で今回はまたリクエスト回やっていきたいと思います。去年引退した元ソフトバンクの松中選手を再現してくださいということでやってみたいと思います。左投げ左打ちの一塁手で、フォームはスタンダードとしかわからなかったのでとりあえず1でやります。で好きな球団はもちろんソフトバンクでいきたいと思います。で目指す能力ですね、三冠王も達成してるし120打点を3年連続で達成となかなかの打撃能力、持ってると思います。で昔のパワープロでもですね、ミートパワー A で他が結構低かったのかな、走力、肩、守備、捕球、まあ、そこは E または D 一定 D かなを目標にしていきたいと思います。なのでミートとパワーでこの2枚でいきたいと思います。では行きましょう。はい、では第1ステージですね。まず初期、弾道が2でミート26、パワー37、ミートがちょっと低いか、あとは全部20代なんでいいスタートかな、なるべく低いスタートの方が助かりますね。ということで矢部くんいるな、矢部くんには出会わないように行きましょう。まあでもルート沿いには出てこないですね。こっから矢部くんが出てくるしか脱出方法はないと思うんで。ということでミートを3つ取って宝箱取ってこのステージは終わる感じですね。無地が輝く、あーなるほどね。まあでなるべく能力上げないためにあえて赤マスも取っていきます。 OK、 パワーとミートだけ下がらなければよし。 OK、 ミート超人伝でシャッフルはしないと。であとミートだけ取ってこのステージは終わりましょう。よし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 、ミートが一番低かったのにいつの間にかもう46。今度はパワーだな。選手が1人かで変えられるマスなしのミートが1個、2個で筋力が1個。そうだね、あんまり守備あんまり嬉しくないな。ちょっとシャッフルしましょう。位置的にあんま良くない、遠い。 OK、 ミート来た。筋力ここか、筋力ちょっと遠いですね。筋力はちょっと無視するかな。はい、 OK。 いやなんか行った方が良さそうですね、こんだけ体力あったら。ミートが下がった、弾道アップ。 OK、 捕球下がる。 OK で54か、まあいいでしょういいでしょう。ちょっと筋力がまだ足りない。はい、第3ステージ。よし、ミート近いぞ。一気に変えられるマスがね、早めに来てくれると助かるんですけどね、なかなかないな。ミートが1個2個3個、で筋力が1個か、あとはハテナだな。これ先に上に行く しかないか、筋力が2個か。そうですね、先上だな、一方通行だもんね。 OK でハテナ行き、無地が多く、いいね。お、弾道これで4、弾道上げ、弾道プラス2、弾道プラス2になる意味ある。ここまで行ってわあ、ミートが下がった。はい、選手が止まる。パワー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 、肩かー、まだまだ大丈夫。はい、また肩か。はい、であと筋力2個だけですね、それを近くに呼び込めたら。 OK、 筋力1個きた。もう1個はあー遠いから仕方ないか。はい、ハテナ行こう。ハテナ肩超人、あ肩強化はいらないですね。はい、赤が青目指す。
ミートが増えたか。うん、でもちょっと歩数的に厳しいので第4ステージいきます。パワー足りないな。パワー超人伝引いて一気に変えられるマス、また今回もなし。ミートが1個、2個、3個で、筋力が1個、2個、3個か。まあ確実にだな。宝箱そこか、行こう。はい、よし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 、ミート超人伝33。お、葵ちゃん、葵ちゃんはですねパワーと肩上げてくれるんで、これはぜひとも会いに行きましょう。対左 C、 止まった。よし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 、これは本当はこっちの筋力いってからの方がいいんですけど、歩数的にちょっと間に合わないんで。野球超人伝ナイス。よし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 、はい、積極盗塁、積極盗塁ではないけど、はい、オッケー。体力もギリギリだったけどね、これで6回復かな。オッケー、あとは、おお、絶好調から絶不調へ。どこに、あ、これでも隣に行ける確率高いやつですね。ミート行くか。でもミートね、ちょっと歩数的に怪しいから、もうゴールの方行きたいんだよね。カレンがね、オッケー、オッケー。あと最後のステージで威圧感回復じゃなかったけど、まあまあまあ、でも威圧感は美味しいですね。街中に威圧感ってマジでマジでありだぞ。一気に変えられます、あるあるけど筋力へは遠い。まだいけるか、待ってね、これ体力がちょっと怪しいからね。こっちだったら多分歩数的にちょうどだと思うんだよね。で最後ここ厳しいな。でもどっかで回復踏めないとゴールいけないぞ。1234567、ここルートあるないね。7891011112だもんね。ちょっと待ってよ、これルート考え直すか。ハテナが意外とないんだねこれ。オッケー。で、カレン、いやー、いい特殊能力マジでもらったんでね。早急マジいいのもらったからね、これ完成させたいよ。筋力だから1234567891011。うわー、ギリギリだな、いけねえな。カレンに出会えればって感じだよね。待ってね、これちょっと考えますわ。1234567891011。結局それでも赤マス1個しか取れないもんね。あ、青マス3つしかか、ここのしか取れないから、これ行っても仕方ないか。それだったらハテナ優先で行った方がいいかな。肩アップ、ちょっとカレンが怖い。オッケー。で、あえてロックオンさせて一歩下に行く、すると正面になる。これ会えるんじゃない。きたー、これ読み通りだわマジで。で今守備でしょ、これ筋力に変えなきゃいけないんだよね結局ね。待ってね、筋力1個2個しかないから、2個しかないから、これ守備まず宝箱か。あ、エラー回避になった。これすぐに意外といけそうだな。はい、ミート超人伝
待ってね。これ今ミートでしょ。1,2,3,4,5 6,7,8,9,10,11,12,13 これどうしよっか。はい、持てたカード落とす。ミート強化はもういらない。1,2,3,4,5,6,7,8,9 これでいくか。これで3ずつ、いや2,3,3,2,2,3とかだったらいけるね。 A に、はい、お、なくなった、なくなった、なくなった。もうこれで松中許して、これ頑張ったから許して、威圧感取れたし、威圧感取れたから許して、最後なあそこ、あれが、あれが。ということでプロフィール変えていきます。松中選手背番号3でしたねっていうのと、あと顔設定っていうのも変えてほしいと、要望がありましたけど、松中選手の顔設定今回この選択の中で OB の欄にもないんで、今回は見送りたいと思います。はい、ということで威圧感ゲット。パワーヒー欲しかったけどね。でも能力的に肩がちょっと上がりすぎてるけど、全体的には落ち着いた感じの松中選手まとまったんじゃないでしょうか。いや威圧感マジでいいわ。はい、ということでプロ入りカードとエクストラステージカードゲット。はい、ライブ選手出します。はい、この番号、動画説明文の中にも書いておきますので、そちらからダウンロードしてください。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。